ちょっとなんすかね、掃除しろって。おはようございます。うん。あ、そっか、俺間違えてた。これ、旗じゃない。あ、ありがとう。あ、ありがとう。疲れた。あ、はい。あ、小分けにして入れてくれた。いや。何も返さんのもなと思って、コーヒー豆、コーヒー豆ありがたい、飲めるからと思って。じゃあ俺、あの昨日田中圭太君にもコーヒー豆もらったから、それあげろ。なんだそれ。いやいや、まあニート、ニート同士、ニート同士か、うん、一応そうですね。頑張ってね。頑張ります。良いお年を。え、良いお年を。俺昨日まで東京おってんで。俺もあの、行ってた、行ってた。えくっ、どうも。はい、どうも、頑張って。YouTube 見ます。はい、ありがとう。あんま出たくないけど。嘘つけ、嘘つけ。あんま使わないでくださいよ。はーい、ほんまに使いません。じゃあ、お疲れ、頑張って。結構な、結構久しぶりっぽく出てきて。はい、OK。 おい、久しぶりです。コウキ、もううちにレギュラーのコウキがおんねんけど。レギュラーじゃない。俺の中のレギュラーコウキ。コウキ、え、なんで、なんで今、え、出産祝いもらったんだ。あー、オッケー、ありがとう。一番高いやつで。いや、やっと会えたな。いや、そうっすね。なんでこんな今日会えたんですか。ん、時間どんどんずれて。トイレ行っていいですか。ダメ。じゃあダメです。コウキ、じゃあ頑張れよ。ありがとうございます。待ちください。YouTube やめようかな、もう。なんでなんですか。しんどい。めっちゃだって上げてるっしょ。やばいっしょ、今。すごいっす、ね、もう頭気苦しそうや。マジですか。全然本業進まん。ほんまっすか。パーソナル。あっち渡しときます。お、ありがとう。何これ。バカラ。え、バカラ。バカラ、はい、アップルウォッチじゃないの。じゃないっすよ。いいっすよ、でもこれもいいもんっすよ。バカラってなんなん。グラスみたいな。マジで。はい。あ、でもあれっすよ、記念なんか掘ってあるんで、使わないようなグラスっすよ。なんぼ。言えないっすよ。マジで。打ったらどれぐらいになる。いやいや、そんな地獄。そんなすぐ打ったらまあまああれじゃないですか。すぐ打ったらね。だって1年にあれっすよ、年が入ってるんで、持っとけば持っとくほどあれじゃないですか、もしかして。ああ、もうじゃあずっと持っとくわ。バカラン運用するわ、じゃあ。できないでしょ、多分。しかも運ないでくださいよ。ありがとう。はい、じゃあ、まあまた、まあ、上できるだけ上のカテゴリーで頑張って。じゃあまた連絡します。はいはい、じゃあまたね。はい、お疲れ様です。いや、それ言うらしいです。今日は引っ越しです。俺をかくまってくれていたこの10畳のワンルームとも今日でお別れです。まあ寂しくはないっすけど、ああもう今日でこの部屋終わりなんだなって思うと、少しだけ少しだけはい、今日も最高の引っ越しにしましょう。田中圭太くんにもらった沖縄のあの豆です。初めて豆の状態から引いてやってみたいと思います。あ、いた。こういう感じです。あ、もったいねえ、こっちのこのなあ、もったいねえ。行きます。
うわ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 、ここ見せな、ここ見せな、うわ、やっぱりそういうこと、下にトポトポトポってならないんだよね。で、こういう風にやっていくとこれですよ。ほら、息してるって言ってたやつ。おい YouTube はよしてもはよ、これからどうせいっぱい出るやろ。で家帰ったらいいね、今お願いします。もうお前もこれで公人やな。え、芸能人と一緒やん。俺芸能人やから誰違うか。すごく綺麗なトイレ、浜中を一望しながらおりゃ、うわー、いやもう帰ん、とりあえず帰んで、なんもないもん。あ、ご飯をってこと？そうそうそう。あ、ご飯取れへん。顔も出たらあかんってことね。うん。ゆうちぃ、おいで、ゆうちぃ、おいで、おいで、ゆうちぃ、おいで、ゆうちぃ、ゆうちぃ、久しぶりに。ゴン。お父さんどう言うかな。何を？慣れたら慣れるんやろうけど、さっきちょっと気持ち悪かったな、気も悪かった。でかすぎてグーってきて、私電話したけどもう本当に忙しい、やめてからの方がゴーンガイーゴーン。ゴーン。誠実。たくみは久しぶりやったんじゃん。たくみめっちゃ久しぶりやったの。なんや。お座り。はい。今日も最高の一日にしようましょう。ゴン、ゴンタ、つまりバラバラに集まり、各自がホテルで食事をしただけだという。ちょっ久しぶり久しぶり、すいません、またして。あ、でも素晴らしいね。 こっちもあっち、すごい。じゃあ座っていただいて。あ、そこまだそこがわけないですね。足は結構硬いですね。めっちゃ硬い。で、次手をつけて、この状況で、ぐっと前向ける。結構勝てる。お尻を浮かすじゃないですか。そうですね。この状態で、
足浮かしてゆっくり前に持ってきて立ち上がる。で、またつく。足をゆっくり元の位置に戻して、そう、体幹を、体の使い方を向き変わってみる。元に戻ります。元の位置に、元の位置に。あれ、なんで？を繰り返してよくこんなことやってたなっつった。そっちですか。だよこれ。今ので、今のちょっとなかなかいないですよ、こいつ。そうっす、次こっち。こっちに女子流化して。え、できる人おるの？できる人います。女子でも、女子でも何回か通ってる人は、ね、使い方上手くなるんでできますよ。これが無理や。健太くん硬いからすごいきついでしょ。きつい。こう後ろやるとき、ああ、この腸腰筋とか伸びます。3 4ちょっと強くしたやろ。5 6 7 8 健太くん強いから結構です。いや、みんな寝てんやろ。そんなお客さんいますけど、みんな寝てるんでしょ。右やね。34 9 いいっすね。いいっすねっていいな。俺の最高の一日にしましょうっていう、あのね、俺が言うやつ。パクってんねんけど。あ、何何何すか。それみたいよ。いいっすね。いいっすね。とりあえずね、なんか。とりあえず。とりあえずなんか褒める時は、いいっすね。なんか褒めるとこない時はないですか。あー、いいっすねみたいな。おー、早かった、なんか。いいよ、ラスト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 。OK です。 OK。 いいっすね。あ、今日オーナーちょっと、あ、休みなんです。後から来る。あ、マジで。はい。俺、アツシ君に会いに来たのに。あ、ほんですか。はい。あの、後輩さんですか。あ、そうです。一緒にやってて。なんかそこ席行った時って言われてる。あ、そうなんですか。はい。すみません。いらっしゃいませ。アツシ君、まだ来てないよ。予約席。アツシ君遅いな。久しぶりです。はい、久しぶりです。いや、回してるよ。はい。やばい。何ですか。ずっとずっとずっとだ。これ。一生っす。持ち上げた。荷物入れて。ちゃんとあのあれも持ってる。何？固定するやつ。行けよ。よかった貸し切りにしといて。あ、貸し切りなんすか。うん。今日は、ね、好きなようにやってる。でも今半分。まあでもコロナあるからあれやけど。結構なんか流行ってます。うっす、どうも、お疲れっす。ちょい変わらん、ほとんど顔の作りはほとんど一緒っすね。ツヤが違う、肌のツヤが違いますね。照明が違う、ハゲてないし、全然違いますね。若いな。若い、顎のラインが。いや、そうやな。でも痩せたら出るでしょ。痩せたら出る。パーソナルトレーニングどうすか。あ、ぜひ最初の会員で。はい、ぜひぜひ。三冠メダルとかもあるから。あ、三冠のメダルもあります。最初の会員さんにはそれをじゃあプレゼントしていって。はい、な、2回、3、4回ぐらいなくなります。なんで。すごい、全部飾ってますねこれ。全部もう、もう三冠ケンタのはちょっとあの 飾れんかったけど。いや、僕あげますよ、今から。いや、もういらん。いらん、いらん。あるしな、昔のやつ。え、女子行こう、女子行こう、女子行こう。俺、使いますよ、ほんま。別に何マジで
失うもんないし。こっちが失うもん。家族やね。当てる。こっちはね、家族4人失う。そうね。家族4人失う。ね、結婚してる人だね。ぼったくりバーに潜入しましたみたいな。ぼってお前。ぼったくりバーに潜入。ずっと撮ってんのこれ。こんな感じでおった。藤井の時こんな感じだった。こんな感じです。やばいな。遠征中もこんなっす。撮ってるやん。撮ってるやんってよう言われてた。おもんな。アデミューさんやばい。やばい。